どうも、M&M's のレイラです。なんだこれって思うかもしれないんですけど、今起きて本当まだ10分ぐらいしか経ってないんですけど、まあ案の定見てください、これパサついた髪、そして浮いた前髪、そして顔がすっぴんということですね。今日は検証動画になります。一般人の私でもモデルさんみたいな、モデルさんが使用しているヘアセットを使えばモデルさんみたいな髪質になれるのかという検証を一人でやっていきたいと思います。それでは行ってみよう。まずですね、髪の状態、前髪はこんな感じに浮いております。ちょっと風邪気味なんだよね、久しぶりに撮るのでちょっと変な動画です。で、髪質は黒にしてみたの、目立つかなって。で、私はブリーチをめちゃくちゃかけてて、髪もめちゃくちゃ染めるのでめちゃ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 痛むんですけど、果たしてどうなるか、これね、わかるかな、なんかわかるかな、ギッチギチなの、ここが、ほらこんな感じで、まあどう変身するかやっていきたいと思います。まず普通に髪の毛を洗っていきたいと思います。それでは行ってみましょう。はい、今髪の毛を洗ってきました。こんな感じで、私が使ってるシャンプーはダイアンのノンシリコンのシャンプーとコンディショナーを使ってます。それで、あと使ってるヘアマスクはこちら、ヒーのプレミアムタッチ浸透美容液ヘアマスク、このヘアトリートメントを使って最後洗い流します。これは あのクレマグの3人が使用してたので私も買いました。これ買ってね、結構洗った後とかは髪の毛が結構サラサラな感じになった気がします。特に傷んだ髪用で使えるので、ブリーチとかかけた方は必見だと思います。はい、それでは乾かしていきたいと思いますが、私が使用しているヘアオイルはこちらです。エリプスのヘアオイルになってます。これはめっちゃ愛用してて、旅行にも持っていけるのが一番こう便利で私は使ってます。で、いろんな種類があって、黄色、ピンク、紫、黒、オレンジがある感じになっています。いろいろ種類があって、黒は黒髪の方に便利だったりとか、紫はカラーリングで傷んだ髪へ、で、オレンジは活力のある髪へ、で、ピンクは乾燥などのダメージの髪で、黄色はサラサラ輝く髪っていうのがあって、いろいろ種類があります。で、私はその中でもピンクを使っています。乾燥、もうほんとパサつきが多いから、このピンクはホホバオイルでダメージヘアをしっとりサラサラにさせる効果があるみたいです。で、50粒、まあこれで1800円プラス税なので、まあ2000円ぐらいで50粒と思えば、まあ、そんなにこう高くないんじゃないかなって、お手頃で買える
気がします。それではこれを使っていきたいと思います。あ、これドラえもんです。後輩にもらいました。ドライヤーはちょっと家にあるドライヤーを使ってやっていきたいと思います。でこんな形になってて、わかるかな、こんな形で、ネジネジ、なんかハサミで切ってる人もいたんですけど、私はネジネジしちゃいます。ネジネジってやるとこうオイルが出てくる感じで、まず毛先につけて、どんどん上になじましていく。次にですね、私が最近使い始めたブラシがこちら、ウェットブラシ。これは、いろんな YouTuber の方が使っていて、私も購入しました。ウェットブラシは今調べますね。どんな髪質にも絡みにくい、溶かすだけでツヤが出る、くせ毛もつるんとまとまる、頭皮マッサージで小顔ケア、そんなねできるものもできる櫛になっております。ということでですね、と大きいサイズとミニサイズもあるみたいで、私は大きい方を買いました。結構大きくてね、 手ぐらいで、中はこう後ろはこんな感じになっております。で背面のこの丸のやつはエアホールという通気穴が配置されているってことで、濡れた紙に使っても湿気がこもらず清潔な状態をキープできるみたいで、だからサラサラな髪の毛を、できるんだと思います。まず乾かしていきたいと思います。髪を乾かしたら、次はクールにして冷たい温度で乾かしていきます。私は髪の毛を乾かした後にこれをつけます。ルグラナチュレグロッシーヘアオイル。これは吉田あかりさんが使ってて、もう 何回もリピしてます。ここにちょびっとのせて、ここのここだけこんな感じ。そ
そしたら完成です。果たしてモデルの髪になったのでしょうか。近くで見てみましょう。顔はすっぴんでごめんなさい。わかるかな、毛先はこんな感じ。さっきと大違いじゃない。でサラサラになってます。こっちのがサラサラな気がする。ビフォーアフターで写真は載せたいと思いますが、こんな感じになっております。そう、結構毛先が全然違うよね。潤いを持った髪になったはず。ほらほら、こんな感じ。はい、こんな感じでですね、一般人がYouTuberさんの使っているものを使ったら髪の毛は綺麗になるのかっていう結果で、まあ綺麗になったんじゃないかなって思ってますが、まあ引き続きね、使って綺麗にしていきたいと思います。こんな感じで動画終わりたいと思います。この動画が良かったらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。すっぴんでごめんなさい。せーの、バイバーイ。